ナスカプレート水色がナスカプレートナスカプレートは太平洋東部の南半球部分の海底の近くおよびマントル上型のリソスフェアを形成する海洋プレートである北アメリカプレートや南アメリカプレートに沈み込んでいたファラロンプレートは次第に海嶺ごと沈み込んで複数のプレートに分裂していった3000万年前にゴルダプレートとココスプレートに分裂し これに前後して、ココスプレートもココス海嶺の活動が始まったことで、南側がナスカプレートとして分離した。また、ゴンドアナ大陸が分裂し大陸の離散が加速した頃には、ナスカプレートの元となるファラロンプレートと南極プレートは、すでに海嶺によって分け隔てられていたと考えられている。南アメリカ大陸の西海岸沿いには、非常に長いペルーチリ海溝がある。 このうちパナマコロンビア国境付近からチリ南部のタイタオ半島付近まで海港全長の8割以上を占めるのがナスカプレートと南アメリカプレートとの境界である。ナスカプレートが南アメリカプレートに沈み込んでおりアンデス山脈や周辺の高地の形成に関わっている。タイタオ半島沖からイースター島付近までは太平洋の海底を南北に拡大させている。 シリ海棒によって南極プレートと接している。イースター島付近からガラパゴス諸島付近までは太平洋の海底を東西に拡大させている東、太平洋海嶺によって太平洋プレートと接している。また、ガラパゴス諸島付近からコスタリカパナマ国境付近までは太平洋の海底を南北に拡大させているココス海嶺によってココスプレートと隔てられている。 なお、イースター島付近には、ファンフェルナンデスプレート、イースター島の北北西沖 800km 付近には、イースタープレートというそれぞれ小さなプレートがあり、これも、ナスカプレートと接している。この二つのプレートは、海嶺に囲まれていて複雑な動きをしている。ありがとうございます。